焼き物は大きく分けて2つあります。1番磁器、2番陶器。さて備前焼きはどちらに入るでしょう。正解は2番陶器です。見分け方は、磁器の場合は高台の底面が純白の白い色をしています。陶器は同じく高台の底面が粘土の色がそのまま現れています。見分け方はこの高台の底面の色で分けます。今こちらに用意した焼き物は全国さまざまないろいろな産地の焼き物です。陶器と磁器をここで仕分けしてみます。こちらが磁器です。高台の底面が全部純白の白色をしています。こちらが陶器です。陶器の底面は土の色がそのまま出ています。これで見上げることができます。磁器は山で採れた長石という石を使って成形された焼き物です。陶器は陶土という土を使って成形された焼き物です。磁器の焼成温度は1300度以上、陶器は1100度から1200度となっております。備前焼きは他の陶器と比べて大きな特徴があります。それは何でしょう。1番目、材料が田んぼの下から出てくる。2番目、釉薬をかけない。3番目、一人の作家が土作りから焼成まで一人で作業を行う。正解は1番から3番まで全部です。陶器の中でも田んぼの土を使うのは備前焼きだけです。他の産地の焼き物は水が漏れる可能性があるため釉薬を使う必要があります。備前焼きは無釉焼き締めが大きな特徴です。